釣り三昧。はい、皆さんこんにちは。さあ、2022年度フィッシングユーさんのこちらはですね、初は青物サワラブリ用ですね、11,000円、税込み11,000円の寿司袋になります。それではですね、こちら開けてみたいと思います。よいしょ、よいしょ。さあ、何が入ってるんでしょうか。開けていきます。11,000円ですからね。でもなんか見た感じですね、ルアーの数はなんか少ないような気がします。ちょっとこれから行ってみましょうかね。はい、モンスターショット110、95っていうのをですね、私愛用してるんですけども、これ110、一回り大きいですね。 50g、 50g 全然いいですね。これはオフショアでも使えそうな感じですよね、モンスターショットでね。50g です。モンスター対応。ちょっとリアルすぎるかな。すごいよ、お魚、本物のお魚さんによく似た感じ。この白。もう今の時期この白絶好調ですよね。この白さん。これまたすごいですね、ハードコアさんのモンスターショット。これも名作中の名作の新編ですよね。これもですね、私使い方としてはですね、ジャーキングとか全くせずに投げてただダラダラと巻いてくるだけ。もともと遠州灘って結構遠浅なんですけども、ところどころ深みがあるんですよね、手前の方で。なので結構ですね、その潮で波に打ち上げられてですね、あまりこう動かさなくてもですね、このルアー勝手に動いてしまいますんで、ただただだらだら巻いてくるだけでも、もう全然普通に釣果出てます、これはいいですね。50g ですね。 50g ぐらいあるとですね、結構7メーターとか8メーターとかの強風にさらされてもですね、多分うまく飛んでってくれると思いますね。これちょっと使ってみますね。これはいいですね。ちょっと暴風というか結構11メートルとかですね、すごい爆風の時にこういうの使ってみたいですね。さあ、2つ目出ました、ロックディープ。これはですね、私も何度も買おうと思ってて、結局買わずにいるんですよね。結局サーフです。サーフからの青物なので、基本的にあんまり潜る必要がないんですよね。なので中層を狙えるような感じのそのグラブ、リップを持ったルアーでも全然こと足りてます。こちらはですね、かなり食い込むような潜るタイプですよね。120-30でもど真ん中ですよね。プラグ、サーフプラグでもね、中ではど真ん中の数値になります。そうですね、基本操作はただ巻き。私ただ巻きしかうまくできないのでね、ありがたいですね。何度もね、買おうかなと思って、時々ねお安く出てたりするんですよね。中古コーナーで見切り品みたいな形でですね、ボルトスナイパー島野さんの品質はまあ間違いないですね。この代わりにですね、私ラパラの X ラップっていうのがあるんですけど、そちらの方ですね、潜りたいときは、潜らせて釣りたいときにはもうそれを使ってます。それとまあ同じようなスペックっていうことですよね。ラパラさんもですね、まあ20何グラムあったので、ほぼ一緒ですよね。
ックディープでした。さあ、お待ちしております。お、これジャッカルさんのビッグパッカー、あー、これ持ってますね。これは128の方ですね。128色違いを確か持ってたと思います。うん、このぐらいの大きさっていうのはシーバスとかにも狙いますよね。うん、これもこうカラーは 何カラーなのかな。これは書いてあるかな、どっかに。あ、書いてあった、老眼で見えない。セグロイワシ、この黒い色っていうのは本当魚からするとすごくシルエットが見えるんですって。なのでこの黒のルアーってね、意外にこの他のルアーとかでなんか、なんでこのルアー投げてるのに当たりないんだろうとか釣れないんだろうと思った時にですね、ぜひですね、あの背中が黒いのとか、あと、まあ、ベリーの部分がね黒かったりする、そういうカラーをですねチョイスすると意外にポッと釣れちゃったりするので、これはありがたいですね。あえてですね、店頭並んでたらもっと派手な、ちょっともうちょっとねトロピカルな色、うん、そっちの方をですね手に取ってしまいがちなんですけど、なかなかこういうあの何て言うんですかね、まあ本当に似せたルアーっていうかですね、こういう点がついてたり、こういうのを買うのちょっと勇気いますよね。これもなかなか高価なルアーだと思います。これも一回使ってみたいと思いますね。ジャッカルさんのビッグパッカーミノでした。さあ続きまして、お、ジグパラ 40g、 うん、いいですね。この 40g っていうですね、こちらもですね、ただ巻くだけのタイプです。あの後ろにドレブルフックがついてますね。ちょっとちっちゃいかな、ちっちゃいフックですけど、うん、ただ巻いてくるのでもジャークしてもヒラ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 と、こうあとですねコールの時にこうちょっとこうなんかこう幅がありますので、うん、なんか対抗がねある感じの、これはなかなかいいですね。でも薄いのでやっぱり引き抵抗が少なくって、重さの割には扱いやすいルアーだと思います。そうですね、なかなかいいですね。本当に、うん、ダダ巻きストップアンドゴーだったら、ストップアンドゴーで運用すると結構釣れちゃったりするのかもしれないですね。うん、色はゼブラグローですね。これも定番です。朝まずめ、夕まずめ、まず一度は投げないといけない、まあカラーリングといえばカラーリングですよね。さあ次、こちらはどうでしょうか。ケーテンスタックルハウスさんの これ結構ですね、この白、あ、この色いいな。普通ですね、こういうヘッドは赤とかが多かったんですけど、最近なんかよく売れてるのですかね、オレンジヘッドとか、あとチャートヘッドとか、うん、あるんですよね。この経典さんはね、もう本当にちっちゃいサイズから大きなサイズまで本当によく釣れます。なんていうんだろうね、こう動きがですね、やっぱねちょっと違うんですね、普通のルアーと。うん、まあ、すごい、これは大きなものが買ってもなかなかねじ曲げられないようなトレブルフックがついてますね。スプリットリングもこの細さ、この太いね、めっちゃ大きいですね。これはいいですね。シーバスと書いてありますけど、もうあの、うん、青物全然いけると思いますね。この白カラーですね。これはいいですね。
リングが6番でドリブルフックが1番、夕方チャンスっていう色なんですかね。 43g、 これはぶっ飛んできそうですよね。これはいいです。これは入れるタックルケースがですね、大型のものじゃないとなかなか V の880かなんかじゃないと入らないと思います。さあ、おいで、あと1、2、3、4、あと4つ、今1、2、3、4、5ってことは9点入ってる。で1万1000円、9点入って1万1000円、あと4つあります。これからいきます。あ、これはアシストリング2番、30ポンドから50ポンドクラス、もう本当にこれあれですね、自分でカスタマイズしたい方はですね、こういうのを絶対入れますね。スミスさんですね、もう最高ですね、この、信頼性抜群、なかなかこれ自分でアシストフックつけれるんですね、アシストリングですね。こういうのもね、買ったりしたことないですけども、アシストフック自体はですね、通販とかで買ったりしてますんで、もうこういうのリングついてるので、もともとこれはまた強力な、さあ、これが1、2、3、4、5、6つ目、7つ目、バイブレーションですね。これはバースデーですかね、このバースデーですね、バースデーですね、シュガーバイブ 70ES26g、 ホノクニパールチャート、ホノクニって言えばですね、東海地区でなんかよく使われてますよね。まあ地元のってことですかね。全面捕食するすべてのフィッシュイーターに、なるほどですね、全面を意識したですかね。このベリーがちょっとオレンジなので、もうヒラメちゃんもアオモヌちゃんもどちらもいいかもしれないですね。こういうプラグタイプのですね、プラスチックボディのバイブレーションっていうのはすごい擦れにくいですよね、使ってても。鉄板バイブですと、もうここがダメだったらもう次のところっていうような釣り方をする方にとっては、もう鉄板バイブもう最後投げちゃうっていうのあるんですけど、釣り始めて間もな時間が経ってないのに鉄板バイブをやる、あんまりどんどん打ち込んじゃうと、もう完全に擦れてしまいますので、1匹釣れたらその周りに9匹ぐらいはルアーに反応しない魚がいるっていうふうに言われてるぐらいなので、まあこういうバイブは、まあ最後に投げなくても最初の方に持ってっても擦れにくいと思いますので、これをこれでいいと思いますね。このサイズっていうのはちょっとどのぐらい の青物を想定してるかわからないんですけど、まあ、全面を捕食するってことであれば、まあ、このぐらいのサイズがマッチザベイトになるかもしれません、ね。で、これで1、2、3、4、7、じゃあ8個目、これビッグパッカーですね。出ました、43g。
私これね、あの色違いでいくつか持ってるんですけど、これブリブリですよ本当に。もうこれだけでいいよっていうような、そんなルアーなんですよね。引き寄せる、その魚を寄せるパワーが半端ないんですよね。で、大場所であればあるほどこういうのが生きてくるんですね。乱眼してるとね、わかるんですけど、あのこのぐらいのサイズをですね、一度あの投げてもう引っ張ってくると、大体の地形もわかりますし、大体のそのベイトの運も大体わかりますので、このアピールも大きいですし、ブリブリに動くところも相当ですね、これあの寄せる力が大きいですね。やる気のある魚だったら必ずついてくるので、これはいいですね。色はまあスタンダードですけども、まあ、こういうナチュラルな色は持ってないので、のオレンジのものとか、あとはキャンディーカラーですね、そういったものの、あとグリーンゴールですかね、そういうちょっと目立ち系の色が多かったんですけど、こういうナチュラル系はですね、初めて手にしました。これはありがたいです。はい、これは最終兵器としてですね、あのルアーボックスに入れておくのも一つの手かもしれません。このサイズがありますけどね、長いのとか短いのとか、こちらが107ですね。107って書いてありました。ジャッカルさんのパッカー、ブリカスタムですね。そういうですね、最後の一つ、さあ1万1000円袋の最後の一つは何だろう。ブラグっぽいけど何だろう。おっ、ビッグパッカー、緑、まさかのグリーンゴールドです。これいいんですけど、持ってます。うわー、持ってます。今年のですね、冬用に買ったんですよね。買ってまだそんなに2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、買っちゃいました。これが入ってました。まあ、福袋ってね、こういうことってもうあるあるですんで、あれですけど、これがですね、青物、初は青物、サワラブリですね。サワラブリ、これね、いつも思うんですけど、このあのカゲロウの時もそうだったんですけど、このデザイン、パッケージのデザインとルアーの向きがですね、こうちょっとこうね、変わってる時がありますよね。こういうデザインなんですよね。まあ、どっちにディスプレイしてもまあいいっていう風になるかどうか分かりませんけど、こんな感じです。これで税込み1万1000円の袋でした。今回はご視聴ありがとうございました。これらを使ってですね、また実況していきたいと思いますので、まあ、その動画もですね、またあのご覧ください。どうもありがとうございます。失礼します。Yeah.